皆さんこんにちは、神の山本です。今日は神の2020の新商品をご紹介いたします。じゃん、今私が背負っているのが僕のもの鎌口ポシェットになります。ショルダーの紐がついているの で調節が可能になるので、こうやって一番短くしてこう背負うこともできます。まず革がですね、牛革を使っているんですが、ちょっとツヤがあってヤギの革風に模様を牛革にギュギュッと押して模様をつけております。なのでちょっと触った感じはちょっとボコボコっとした手触りになっております。とても触ってて気持ちいいです。ちょっと下の方にですね、ここに、僕のもののロゴマークが押して一つ押してあります。裏はシンプルに無地になっております。開け閉めなんですが、まず最初に口金の部分にマグホックで一つ止まるようになっております。こちらをパカッと開くようにこのマグホックもですね、神オリジナルのマグホックを使用しておりまして、よく見るとローマ字で神と書いてあります。でここを開けていただいて、次にガマ口をパカッと片手で開けられるようになっております。ここを開けますと中はこんな感じになってます。縦長で結構奥が深く収納できるようになっています。前側とこう自分側、後ろ側ですねに両脇にポッケが1つと2つここについております。ここに神のロゴのレザーのが縫われております。こちらが実際に今中身が入っている状態です。そんなに重くはならなくて、ショルダーでぴったりな重さになります。どうしてもガマ口ですとこう間違ってこうパカッと開いてしまうことがあるんですね。でそれを防ぐためにこうマグホックでしっかり止めてあげて、こうパカってなってもこう荷物が出ないようになっております。中はこんな感じになっております。水筒とかこういう傘、文庫本とか本とかを入れられるようになってます。結構幅がスリムで薄いカバンになるので、薄いものにぴったりかなと思います。あとはポケットにはこういう小物類ですね、あとはスマートフォン、ちり紙ですね、こう2つ付いているのでこう分けて収納ができるようになってます。とてもこう幅もスリムで、結構身軽にお出かけするときとか便利かなと思います。赤とか明るいお色は女性の方とかにおすすめです。こういう定番のブラックも男性の方におすすめかなと思います。男女問わずご利用いただけると思うので、はい、プレゼントにもぴったりかなと思います。 A4 サイズの雑誌を入れてみたんですけど、やっぱり口金の部分にですね、この端っこがどうしても当たってしまいまして、ちょっとこう U の字にこう軽く曲げていただいて、こういう感じで入るかなと思います。